あれ、もしかして篠宮くんかい？ああ、店長。どうも、ご無沙汰です。いや、久しぶりじゃないか。元気にしてたかい？ええ、ぼちぼち。知り合いか？まあな、昔ちょっとお世話になってたんだ。これからもたまには顔を出してくれよな。たまにはね。そうだ、朝日、ちょっと買い物に付き合えよ。買い物？新しいパソコンを組もうと思ってな。せっかく秋葉原に来たことだし。まあいいけど。それじゃあ案内しろ。え？俺が案内すんの？最近の秋葉原には詳しくねえんだよ。どこかいい店あるか？それじゃあ裏通りの万国伝承に行くか。ここならどうだ？いろいろなパーツが売ってるけど。この店まだあったんだな。なんだ、知ってたのか。まあ割と古い店だしな。俺が秋葉原にいた頃から健在だったよ。レイジがいた頃って秋葉はどんな感じだったんだ？どうってそこまで変わっちゃいねえよ。まカラオケなんかは少なかったけどな。もっと昔は飯を食うのにも困ってたもんだ。もっと昔ってどのくらい？俺がガキの頃だよ。そんな小さい頃から秋葉に来たりしてたのか。まあちょっとな。レイジ？まあいろいろ変えたな。パーツ全部揃ったのか？いやまだだ。いくつか置いてないものがあってな。他を案内してくれ。それじゃあすぐそこのスクモパソコン館でも覗くか。アパレルショップ。ああ、ここね。なんだ、やっぱり知ってんじゃん。俺の案内いらなくないか？いやそんなことねえよ。意外と変わった店も多いんだ。例えば？コンビニの数もだいぶ増えたな。金を下ろすのにも苦労しなくなった。飲食店も結構変わったな。秋葉原のくせに小綺麗な店が増えやがって。いろいろ便利な街だよ秋葉は。らしくねえけどな。じゃ買い物してくるわ。これで全部揃ったな。つかパソコン作れるんだろ。そのくらい大したことねえよ。ただ最近は自作パソコンも衰退したけどな。自作の方が金かかるしな。ま楽しいもんだ。自分の目で確かめながら作るのは。それと最後にもう一つだけ。最初の店に戻ろう。パソコンショップって強化したのか？篠宮君、どうしたんだい？そんなに荷物を持って。久しぶりにパソコンでも作ろうかと思いまして。そっか、やっぱり自作か。篠宮君は昔から好きだったもんな。まあコスパは悪いんすけどね。そうだ店長。どうしたんだ？あいつ来たりしますか？あいつ？ああ東条さんのことか。彼女ならたまに顔を出すよ。何でも探しているパーツがあるんだとか。探してるパーツ？古いものらしいんだ。元の設計者がそれでしか動かない仕様にしたみたいで困ってたよ。そうっすか。まあパソコンで困ったらいつでも言ってくれ。いくらでも相談に乗るよ。
ありがとうございます。さて、どんなパーツだったっけな。何の話だ。昔の話だよ。レイジの昔話は幅が広すぎるんだって。一体何年前の話をしてるんだよ。ああ、そういうことか。昔は昔、過去は過去、そこに大した違いはねえよ。じゃあそれでいいよ。だけどパソコンとかよく作ってたのか、小さな頃から。まあそれなりにな。俺にしちゃ数少ない趣味の一つだ。なんか想像つかないな、レイジが何かに夢中になってるだなんて。夢中ね。誰にだってそんな時代はあるさ。今のお前は？今もまだ夢の中だよ。レイジ？あれ？もしかしてレイジ君？おお、久しぶりだな。レイジ、知り合いか？なあ、こいつは。もう、どこに行ってたの？ずっとずっと寂しかったんだよ。それが、こんな昼間に会うなんて、レイジ君らしくないんじゃない？らしくない？だって、会うのはいつも深夜だったから。それも、薄暗い明かりを頼りに。でもでも、また会えて嬉しいよ。レイジ、まさかこのお姉さんと？バーカ、んなわけねえだろ。こいつは馴染みの飲み屋の店員だよ。よろしくね。なんだ。あ、でもでも、レイジ君、あの約束覚えてる？約束？もしかして忘れちゃったの？二人っきりで約束したじゃない。あの暑い夜に。レイジ、お前やっぱり。いや待てって、約束って一体何の話だ？もうやっぱり忘れてる。もう私のことなんてどうでもよかったの？だから待てって。もしかしたら記憶を飛ばした日かもしんねえ。もうそうやってお酒のせいにするの？ひどいな。レイジさん。別に何とでも言えよ。で、その約束ってなんだ？やっぱり気になるよね。もったいぶってんなよ。教えてあげてもいいけど、どうしようかな。そうだ、あのね、ツケを払わないお客さんがいるんだよ。で、その人からお金を回収してきてくれれば、ちゃんと教えてあげるよ。なんで俺がそんなこと。いいぜ、引き受けてやるよ。朝日だってレイジの約束気になるし。お前な。本当に本当に引き受けてくれるの？やったー、ラッキー。分かったよ。その代わり約束の内容をちゃんと教えろよ。そういう何でもはっきりさせたがるところ、昔と変わってないんだね。どうだかな。で、その客はどこにいるんだ？すごいお酒好きな人だから、どこかお酒が飲める場所の近くかな。それじゃ適当に見て回るとするか。いや、酒飲める場所じゃん。いらっしゃい。あけみさん、いつもつけてく困ったお客さん知りませんか？うちはつけは禁止よ。
だからそんなお客は来たりしないわ。だってよ。そっか、そうなんですね。だけどおそらくそれは福さんの話じゃないかしら。ああ、福さんか。なんだ、知ってるのか。福さんは敏腕のプログラマだよ。ただちょっと酒癖が悪くてな。前に一緒に飲んだ時もさっさと潰れちまってさ。俺が代わりに立て替えたこともあったっけ。福さんならきっと裏通りの青塚じゃないかしら。わかった、行ってみる。明美さん。なに、どうしたの。レイジって誰かと飲んだりするんですね。昔はね。おい、さっさと行くぞ。ごめん、すぐ行く。酒だった。九州男児は飲まなきゃやっとれん。よ、福さん。お、なんだお前、もしかして篠宮か。ああ、ずいぶんと久しぶりだけどな。いや、久しぶりだな。どうだ、再会を祝して一杯。飲みたいところだけど、今日は未成年のお守りもあるんでな。レイジ、それって。それより福さん、だいぶツケが溜まってるみたいだけど。え、そういえばそうかも。って、どこの店にいくらか忘れちまったよ。回収を頼まれてんだ。なあ、ちゃんと手持ちあるか。それは迷惑かけたな。まあ、あの店だろ。おい、これを返しといてくれ。お、確かに受け取った。だけど、篠宮。今までずっと何してたんだ。まあ、いろいろとかな。まだ仕事は続けてるのか。篠宮も同業者だっただろ。それだったらとっくに辞めちまったよ。なんだ、そうなのか。まあ、困ったらいつでも言ってくれよ。なあ、レイジ、お前さ、俺と一緒だったんだな。何の話だ。まさかニートだったなんて。やっぱり苦労してるんだな。勝手に言ってろ。さっさと金を返しに行くぞ。セーブポイント発見です。休憩されますか。ほれ、回収してきたぞ。まあ、ありがとう。で、約束ってなんだ。さっぱり思い出せなくてな。やっぱり気になるんだね。さっさと教えろって。それはね。なんだかドキドキしてきた。はい、これ。なんだこれ。酒だな。前に約束してたお酒だよ。これね、なかなか珍しいやつなんだから。ああ、そういや、そんな話をしたな。思い出した。ま、報酬代わりにもらっとくよ。たまにはお店に顔出してね。それじゃ。なんだ、こんな約束だったのか。お前、何を期待してたんだ。大人のラブロマンス。これだからガキは。大人だったらそういう話だってあるもんだろ。大人ほど愛とか恋とか信じないもんだぜ。まあ、待てって。どうしたんだ。ちょっとだけ抱えてる仕事を片付けておきたくてな。仕事だと。なんだよその顔は。だってお前ニートじゃなかったのか。仕事辞めたんじゃ。なあ、
前の仕事はな。ニートじゃないだと？そのくだり付き合わねえからな。って何の仕事してんの？なのお前が気にすることじゃねえよ。そのくらい教えてくれたっていいじゃん。いいから買い物に付き合えって。仕事に使う資料が欲しいんだ。まあいいけどさ、で何を買いに行くんだ？まずは動画が欲しくてな。それじゃ行ってくるわ。ここで動画ってまさか。何を買ったんだ？あ？だから DVD だよ。もしかしてエッチなやつじゃん。さあどうだろうな。マジか。じゃ次行くぜ。おい、どこ行くつもりだ？駅前のエトリの本屋だよ。おしゃれな建物だよな。ま、いろいろと助かってるけどさ。で、何の本を買ったんだ？ああ、これだよ。え、これってもしかして。なんだ、知ってんのか？これ、人気グラドルの水着写真集じゃん。一体、何に使うんだよ。何の仕事してるんだ？だからお前には関係ねえって。それじゃ次の店だ。中央通りのホスマップだな。エッチな DVD に写真集、そしてホスマップといえばまさか。あー、ちょっとレイジー。尻が間近で見れるなんて、ホスマップたち楽しみだ。ああ、やっぱりここいつもグラドルイベントやってるとこだ。レイジの仕事って。お前何一人で盛り上がってんだ？だってそりゃ期待するだろう。なあ、グラビアアイドルのカメラマンか、それともプロデューサーか、もしかして事務所の社長とか。DVD 買ったり写真集買ったり、挙句の果てにホスマップのイベントだぞ。期待しないわけがない。お前やっぱりバカだろ。んな仕事してたら自費で買うかっつーの。あ、それもそうか。でもじゃあなんでここに？ CD が欲しくてな。さっきの店には売ってなかったんだ。 CD を？じゃちょっと見てくるわ。で、何の CD を買ったんだ？適当に豪華な初回版を何枚か。適当に？まあ、音楽には興味ない。ただ、ジャケットをいろいろ見たくてな。それと仕事に関係が？デザインを見たかったんだよ。ちゃんとこの手で触って確かめながらな。それじゃあ、レイジの仕事って？ああ、今はグラフィックデザインの仕事だ。ま、自宅でフリーランスだけどな。そっか。それで DVD と写真集を？ DVD はいろいろなポーズの参考に、写真集は想定が綺麗だったからだ。おお、なるほど。なんだよ、期待外れだったか？いや、普通に感心してたんだ。ちゃんと仕事してるんだと思って。お前と一緒にすんなって。だけど付き合ってもらったお礼にコーヒーでもご馳走してやるよ。
駅前広場のマクセルシオールにでも行くか。お前の分だから。あ、ありがとう。ま、これで仕事も少しは進むな。グラフィックデザインってどんなことしてるんだ？いろいろだな。フライヤーを作ったり、ウェブサイトのデザインなんかを作ったり、コンセプトアートなんかを作ったりな。あれか、なんかおしゃれな感じのやつか。お前、雑だな。だけど、なんでそんな仕事を？自宅で仕事できるし、人付き合いも最低限で済むからな。それとデザインは自分の目で見て確認ができる。それが何よりの理由だ。自分の目でか。さてと、それじゃ一回帰って仕事でもする。で、今仕事してもこんな状況じゃ意味ないんじゃないの？気持ちの問題だよ。ちゃんと終わらせた方が気分よく過ごせるだろう。だからクライアントのためじゃなく俺のために終わらせたいんだよ。夏休みを楽しく過ごすためみたいなもんか。な、間違っちゃいねえよ。だけど俺はショックだよ。何がだよ。やっぱりニートじゃなかったんだな。東京漫画センターが気になるのか。ああ、そうだな。秋葉原に来たついでだし寄ってみるか。え、マジで？なんだよお前、そういうの興味あったのか。俺じゃねえよ。誕生日プレゼントを選びたいんだ。誰のだ？誰だっていいじゃねえか。案内しろよ、詳しいんだろ。おい立花、これは一体どういう。いや、俺もわかんねえ。で、何も買わないのか。ああ、ちょうどいいのがなくてな。それじゃ、他の店でも回るか。どうせヤマトも行きたいだろう。ふん、俺は別に。それじゃ、中央通りのアニマートでも行くか。だけど、一体何のグッズを買うんだ？いや、知らねえ。はあ？あいつが何を好きだって言ってたか、ちょっと思い出せなくてな。それじゃ何も買えねえじゃん。流行ってそうなのを適当に買っとけば喜ぶか。適当すぎんだろ。送り先はどんな人なんだ？それだけでも分かれば選びようはあるんだけど。そうだな、ちょうどこいつと同い年くらいか、少し下だ。こいつって、え、俺？なんだ、ヤマトへのプレゼントか。ふん、何のプレゼントだよ。お前じゃねえよ。お前くらいの弟にだよ。え、弟？なんだ、
弟がいるのか。まあ、レイジ。って買いすぎだろ。これだけ買っとけばどれか一つは趣味に合うだろう。せっかくだ、他の店にも連れてってくれ。だったら電気街口のレディオ会館でも行くか。どれか欲しいっち、二つ名を名乗るっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想球に入るっち。おい、ここならいろいろ売ってるぜ。んじゃ適当に買うか。ま、こんだけ買えば十分か。こんだけってだいぶ買ったぞ。フィギュア、漫画、プラモって買いすぎだな。そんなに買ったら運ぶのが大変だろう。宅配にするから大丈夫だ。誕生日プレゼントなのに直接渡さないのか。ああ、弟とはしばらく会ってないしな。なんだお前、状況組だったのか。あれ、だけどもっと昔は飯を食うのにも困ってたもんだ。もっと昔ってどのくらい。俺がガキの頃だよ。そんな小さい頃から秋葉に来たりしてたのか。まあちょっとな。子供の頃から秋葉に来たりしてたんじゃないのか。ああ、それがどうした。それじゃあ宅配便が遅れる場所に連れてってくれ。だったら UBX の郵便局へ行くか。何を買うっち、足りないの補充しろっち。今送って大丈夫なのか。こんな状況で届くのかよ。まあ今日中に届けばなんとかなるだろう。だけど地方なんだろ。いや近所だ。なんならバイク便でもいいくらいだね。どういうことだ。まさか当日配送が終わってるなんてな。とりあえず持って帰るか。ったく梱包しちまったじゃねえかよ。おいお前、運ぶの手伝い。はあ、ふざけんなよ。ほらよ、すが思ってって。若いんだから大丈夫だろ。ヤマト大活躍だな。って、あれどうしたんだ。これ弟に送るんだよな。あてな、間違えてるぞ。間違えてねえよ。いや間違えてるって、宛先が橋口レイタになってるぜ。橋口、篠宮じゃなくて。弟なのに名字違うじゃん。両親が離婚した、たったそれだけだ。あ、なんかごめん。別にこの時代大して珍しい話でもねえだろ。それで弟とは会ってなかったんだな。ああ、両親が離婚して以来弟とは一度も会ってない。もう何年前だか忘れちまったよ。兄弟なのに会いたくないのか。大人はいろいろあるんだよ。ま、その気になればいつでも会えるだろう。それにメールはしてるしな。それじゃあ仲良しなのか。さあどうだろうな。それなりに反抗期は到来しているみたいだが。そっか、ヤマトも反抗期だったのか。おい立花、その割に漫画もアニメもゲームも何一つ卒業できてないみたいだけどな。それきっとヤマトだな。おい、どういう意味だよ。
まさかお前らが生き別れの兄弟だったなんて。俺の弟はもっと可愛いっつうの。メイド喫茶はいかがですか？もしよろしければチラシをどうぞ。毎日毎日ビラ配り大変だな。働くっていうのは職種に関係なく大変だぜ。分かってるって。お前就職する気はないのか？そういう話はやめよう。現実から目をそらすなよ。そういや何歳だったっけ？19歳だ。俺が就職を考え始めてた頃と同じ年だ。今からでも遅くはねえよ。なんだ、意外と人生設計してたんだな。誰だって一度は通る道だろう。俺は素通りしたぞ。だから威張るなって。それじゃあ今日はお前の就職先でも探すか。あ、だから就職先だ。日本語でお願いします。働けって言ってんだよ。向いてないと思います。向き不向きじゃねえよ。ずっとこのままでいるつもりじゃねえんだろ。それはそうだけど。人生の先輩からの助言だ。探してみるだけでも面白いと思うぞ。自分のこと見つめ直すいい機会だ。別に今すぐ就職しろってわけじゃない。そこまで言うのなら。それじゃ適当に見て回ろうぜ。いい年した大人の職業見学だ。いらっしゃいませ。ロードトゥードラゴンのグッズ入荷中です。限定品なので数に限りがありますよ。この機会にいかがですか？こういう店はどうだ？確かに興味はあるけど。けどなんだ？ほらよく言うじゃん、好きなものを仕事にするのは良くないって。まあ一理あるな。え、好きなことが仕事になるといろいろと変わっちまうからな。なんだ、ボケたつもりだったのに。なあ、知ってるよ。それじゃ別の仕事の見学でも行こうぜ。そうだ、朝日、こういうごちゃごちゃした店で働くのはどうだ？ああ、確かに楽しそう。だけど、商品を覚えるの大変そうだよな。んなもん、働いているうちに覚えられるだろ。まあそれもそうか。でもさ、やっぱりこういう店は客だからこそ楽しいんじゃないかな。まあ、そういうこともあるよな。レイジ、仕事なんて始めてみなきゃわかんねえよ。それが辛いか楽しいかなんてさ。レイジは管理局で働いてた時楽しかったのか？そうだな、まあ楽しかったっちゃ楽しかった。毎日知らないことを知れた。俺の世界が広がる。それが楽しかったんだ。だけどおかげで知りたくないことまで知っちまったけどな。全部過去か。最後まで楽しかったら途中でやめるようなことはねえよ。それじゃ最後に UBX でも行くか。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。
してここなんだ。ここがオフィスビルだからだ。オフィスに入れなきゃ職業見学だってできないじゃん。見せたいのはそこじゃねえよ。え？見てみろよ、行き交う人たちを。お前にはどう見える？おお、疲れた顔してる。それだけか？ああ、それだけだ。やっぱり働くって大変なんだな。お前が言うな。だって俺まだ19歳だし。だから言ったろ、俺はもう19歳の時に仕事を考えてたって。まあ余計なお世話だったな。ああそうだ、らしくないことするもんじゃないぞ。それもそうだな。こんな俺でもガキにおせっかい焼く年になっちまったなんてさ。レイジ、それに好きなことを仕事にすると、それはそれで失った時に空っぽになっちまう。それじゃあ今のお前は。さあどうなんだろうな。ま、職業見学はこれにて終了だ。これ以上はお前に話しても無駄だろうしな。無駄とは失礼だ。じゃあ続けるか、職業見学。丁重にお断りいたします。そういえばあの店もなくなっちまったな。ここがどうかしたのか？ここは昔普通の喫茶店が入っててな、たまにマリと来たりしてたんだよ。おデートですね。久しぶりにあの頃みたいなコーヒーが飲みたいね。コーヒーならどこだって飲めるだろ。俺が飲みたいのはうまいコーヒーだ。だったら俺が案内してやるよ。どこへだ？だったらまずは裏通りのメイディアーズだ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。もう早急に。レイジ、着いたぞ。お前本気かよ。ここメイド喫茶じゃねえか。萌え、説明してやってくれ。かしこまりました。当店の自慢のコーヒーはですね、実はグアテマラからの直輸入豆を焙煎しているのです。グループ企業が現地で農園を経営しておりまして、常に一定の品質を保っているんですよ。それもですね、なんと標高1350メートル以上のハードビーンなんです。程よい甘みがあり、とっても飲みやすく、お口当たりも素晴らしいです。ほら、すごいだろ。すごそうなのは分かったけど、お前いまいち理解してねえだろ。でもですね、インスタントでは味わえない香りや味を存分に味わうことができますよ。確かにうまそうだな。ぜひいかがですか？マリーナ、ジョちゃん、今の俺が求めてるのはそういうんじゃねえんだ。あらら、それは残念です。飲みたくなったらいつでもいらしてくださいね。ああ、俺は行きたかったな。でもでも、レイジさんが飲みたいコーヒーって一体どういうものなんでしょうか？だからあの頃のうまいコーヒーだって。あ、わかった。わあ、本当ですか？あの頃って言ったらあそこしかないな。よし、駅前広場のあそこだ。朝日、これは一体どういうことだ？あの頃お前も見てたろ、機動武士ダンダムを。だからあの頃って言ったら
ダンダムカフェのコーヒーだと思ってさ。あ、アバウトすぎます。そういう話じゃねえんだよ。あれ、違ったのか。ここなかなか楽しいんだけどな。店の中で懐かしい映像流れてたりさ、居心地もいいぞ。コーヒーもうまいはず。居心地っていうのは場所の問題じゃねえんだよ。え、どういうことだ。少しは自分で考えろって。アサヒさん、まあまあ。よし、わかった。こうなったら秋葉の喫茶店を制覇してやる。本気でしょうか。ああ、もちろん。絶対にレイジを満足させてやるよ。それ俺も付き合わされんのか。はい、ご苦労さん。くそ、ここもダメか。次はどちらへ行きましょう。いや、ここがもう最後だ。俺が知ってるコーヒーの店は全部回った。俺は結局レイジを満足させられなかった。何もできなかったんだ。俺には力がない。俺は無力だ。どうすることもできなかったんだ。朝日さん、だから言ったろ、あの頃みたいなうまいコーヒーだって。いつなんだよあの頃って。レイジさん、もしかしてそれって管理局時代ですか。ああ、それがどうした。ふむふむ、やっぱりです。リピョン、どうしたんだ。ズバリ理由は分かっちゃいました。え、きっとレイジさんが求めているのは誰かと一緒に飲むコーヒーですよね。おお、よく分かったな。なんだ、そういうことかよ。お前未練たらたらじゃねえか。そういうんじゃねえよ。俺が飲みたいのはあの頃のコーヒーだ。もう二度と飲むことのできないやつだ。あの居心地ももう二度と感じることはできないんだな。レイジ、リュウ、レイジさんに質問してもいいでしょうか。どうした。レイジさんってマリさんとどんなデートをされていたのでしょうか。どんなって普通だよ。映画見たり飯食ったり水族館行ったり。ふわ、普通のデートです。それがどうかしたか。マリさんのような大人の女性はどのようなデートがお好みなのか興味がありまして。なんだ、そういうことか。映画に水族館ってやってることガキのデートみたいじゃん。ああ、ヤマト、いいか、何歳になったってな、楽しいと思うことは大して変わんねえんだよ。それがわかんねえようじゃ、お前もまだまだガキのまんまだな。ああ、だと。ヤマト、何しに来たんだよ。あら、レイちゃん、ちょうどいいところに来たわね。どうしたんだ。さっきマリちゃんが来てね、レイちゃんのことを探していたわよ。マリか。ええ、何か大事なことを話したい様子だったわ。大事なこと、だったらこっちから会いに行こうぜ。いや、いい、あいつとの話はもう終わったんだ。もう本当にいいの。だからそう言ってんだろ。アサヒちゃん、連れてってあげて。了解です。だから俺はレイジだって気になってんだろ。マリさんが何を話したがってたのかさ。ていうか、マリさんの連絡先は知らないのか。なの、とっくに消したっつーの。だったらいそうな場所は、ほら、思い出の場所とかさ。駅前広場のマクセルシオールだ。あそこではよく待ち合わせをしたからな。分かった、行ってみよう。
ここでいいのか？ああ、ここではよくモーニングを食べてたんだ。ま、モーニングって言ってもだいたい徹夜明けの朝だったけどな。管理局って大変なんだな。あの頃は俺も若かったしがむしゃらだったからな。ほら、前にも話したろ、妄想の可視化デバイスの開発をしてたんだよ。新規事業だったし、それは俺のやりがいでもあったんだ。可視化デバイスは普通の人が妄想を見るためのものじゃない。妄想を妄想だと判断するために俺は開発をしていたんだ。そっか、だからレイジは可視化デバイスを。ま、完成には至らなかったけどな。今でも完成させたいか？いや、もう完成させる必要もなくなったからな。そっか。それじゃ次を探しに行こうぜ。ここにはいないみたいだ。あとマリさんがいそうな場所は？ジャンク通りのカレーの丸場だな。行くだけ行ってみるか。一人じゃ来ないだろうな。だけどここにもよく来てたんだろう？いつも俺の付き添いだったよ。よく食生活について怒られてたな。もっと栄養のバランス考えろとか、ソースをかけすぎるなとかさ。ソース？現実と妄想の区別がつかなくなってからさ、つい濃い味を求めちまうんだよ。いらっしゃいませ。もしよかったらお席へどうぞ。って、レイジ君？ああ、どうも。いや、久しぶりじゃないか。ちょうどさっき、マリちゃんも来てたところなんだ。マリはどこへ？どこに行ったかまではちょっと。もしかして、マリちゃんを探しているのかい？まあ、そんなところっす。マリちゃんもレイジ君を探してたみたいだよ。そりゃあどうも。あながち間違いじゃなかったみたいだな。だとしたら次はどこだ？ UBX の隠れ秋葉原だな。たまに飲みに行ったりしてたっけ。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。ここの2階だ。へえ、初めて来たよ。ま、少しだけ大人な雰囲気の店だからな。料理も酒もうまいんだぜ。仕事に行き詰まった時はうまい飯と酒が救いだったな。仕事って可視化デバイスのことか？ああ、開発は難航したさ。なんせ初めての試みだったからな。お兄さんたち、もしかしてうちの店に用事っすか？まだ準備中なんすよね。そっか、悪かったな。そういえば、店出る時もお客さんがいたんすよね。とっても綺麗な人だったんすけど、なんか申し訳なかったっす。それじゃあ、開店の準備始めますんで。なあ、その綺麗な人って？もしかしたら、マリかもしれないな。このまま探したらきっと会えるんじゃないか。よし、もうちょっと探してみようぜ。ダメだ、どこにもいない。こんだけ探しても見つからねえんじゃ、きっと会うのは難しいだろうな。マリさんどこ行ったんだろうな。ほんと、今になってもすれ違いかよ。昔からちっとも変わらねえな。すれ違いばかりなのにどうして付き合ってたんだ？なんとなく気がつけばって感じさ。自然と付き合うことになってた。自然と？告白とかもなしでか？年を取るとさ、
告白とかそういうのなくなってくんだよ。へえ、そういうもんなんだ。意見が衝突することもあったがうまくいってたよ。俺が逃げ出すまではな。レイジなあ、お前の両親は仲いいか？え、俺の？まあ多分それなりに仲いいけど、実家には犬がいるんだけどさ、よく二人で散歩に行ったりしてるよ。で、そっか、レイジの両親は？ああ、離婚してるよ。俺が中学生の頃だった。俺は父親に、弟は母親に引き取られた。だけどそれが一つのきっかけだった。その時俺は思ったんだ。男女の間に永遠なんてものはないんだって。夫婦ってやつは曖昧なもんだ。紙切れ一枚でつながれた、たったそれだけの関係。だから俺は心理学を学んだ。人が人を求める、その心理を知りたくてな。人が人を求めるか。そして大学在学中に妄想管理局から声がかかったんだよ。気がつけば俺は管理局の一員になっていた。マリが入局してきたのはその後だ。皮肉なもんだよ。男女の関係を否定していた俺に彼女ができるなんてな。好きだったんだろ？好きって何なんだろうな。やっぱり愛ってやつは曖昧だ。ゼロでも一でもない、曖昧なもんなんだ。俺の大嫌いなやつさ。そっか。さ、話はここまでだ。付き合ってくれて感謝するよ。もう探さないのか？ま、その気になりゃもう一度向こうから会いに来るだろう。誰の携帯だ？ああ、俺のだ。なんだ、レイジか。メールなんて珍しいじゃん。ったく、誰だ？登録されてないアドレスか。なんだ？迷惑メールか？いや、違う。え？知らないアドレスなのに？会って話がしたい、だとよ。きっと、どっかの女だろうな。おお！何盛り上がってんだよ。なんだ？またメールか？アドレス変えてなかったんだね、だとよ。確かに、なんで変えてなかったんだろうな。もしかしてメールの送り主って？ああ、きっとマリだ。もしかしたらずっと待っていたのかもな。どうするんだ？会ってやるよ。だけど、どこに？こういう時のあいつはどこにいるか絶対に言わねえんだ。妄想管理局に向かってみるか。この状況じゃ局長も留守にしてるだろう。上書きに気をつけろっち。扉を進むっち。お前、篠宮か？どうも、ご無沙汰だな。何をしに来た？人探しだよ。なあ、マリがどこにいるか知らないか？東条主任のことか？それだったら出て行ったよ。出て行った？それも東条主任のプロジェクト、例の試作機を無許可で持ち出してな。例の試作機？何か心当たりがあるのか？いや、まずはここを出るぞ。待ちたまえ。
リさん、どこにいるんだろうな。どこってなの、一箇所しかねえよ。わかるのか。ああ、どうせ俺の妄想球だ。レイジの。ま、こんなことだろうと思ってたけどな。話ってのはどうも別れ話みたいだ。別れ話？やっぱりまだ終わってなかった。だから今度こそ終わらせるとするか。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。妄想球っち、一丁。あそこにいるのは。やっぱりここにいたんだな。来てくれたのね、レイジ。会いたいって言ったのはマリの方だろ。ええ、そうよ。で、話ってなんだ。完成したのよ、試作機だけどね。それってまさか。完成させるとは大したもんだよ。お前が引き継いだんだろ、可視化デバイスの開発は。あなたの夢は私の夢だから。そして俺の夢はお前だ。ええ、そうみたいね。どういうことだよ。可視化デバイスの試作機が完成した、たったそれだけの話だ。だから私はこれをあなたに渡したかった。なもんいらねえよ。なんでだよ、レイジの夢だったんじゃないのか。可視化デバイスは完成した、だからもう俺には必要ねえんだよ。どうして。なあマリ、可視化デバイスすごかった。ええ、もちろん。完成してすぐ誰よりも先にかけてみたわ。どうだ、似合ってたろ。さあ、それはどうかしら。だって鏡には誰も映ってなかったんだもの。え？だから私は完成を確信した。やっぱりな。やっぱりって、そういうことかよ。ああ、これが俺の求め続けてた答えだ。そうなんだろ、マリ。可視化デバイスをかけた私を鏡が映し出すことはなかった。皮肉よね。可視化デバイスなんて名前なのに、可視化されるのは現実だけだなんて。そう、私は妄想の存在だった。だから俺はもう受け取る必要がねえんだよ。そんなことって。で、話したいことってなんだ。本当に話したいことは可視化デバイスの完成報告なんかじゃねえんだろ。ええ、そうよ。やっぱりレイジはレイジなのね。もしかしてマリさん。レイジ、あなたはずっと苦しんでいた。現実と妄想の狭間を生き続けた。だから私が楽にしてあげる。レイジ、私を壊しなさい。そういうことかよ。そうすれば終わらない今日が終わった時、あなたはようやく解放されるの。戸惑うなんてらしくないじゃない。戸惑ってるわけじゃねえよ。じゃあどうして。考え事をしてたんだよ。どうして俺がお前を産んだのかってな。レイジ、俺さ、愛とか恋とか信じてねえんだわ。なのに結局求めてたのが恋人だったなんてな。なんだよこの笑い話。面白すぎて笑うこともできねえよ。
欲しかった答えが目の前にある。なのにその答えが怖くなるだなんてな、こんなのらしくねえよ。あら、そうかしら。そういうところレイジらしいと思うわ。俺らしい？だってあの時あなたは逃げ出したじゃない。そうだったな。あなたは今も昔もかっこ悪い。自分が思ってるほどかっこいい男じゃないわ。言ってくれるじゃねえか。だけどそんなところも好きよ。好きだったじゃねえんだな。ええ、もちろん。だって私は永遠にあなたの女なんだから。だったら俺も最後くらいはお前に似合うかっこいい男になんねえとな。おい朝日、俺の妄想を全力でぶっ壊すぞ。いいのか？惚れた女を前にして逃げ出すわけにはいかねえだろ。ああ、わかった。それじゃあ別れ話を始めようか。敵は一人ぼっち、こんなの楽勝っち。俺が本気だ。みずき、オラオラ攻めるっち。20ビートでなかなかやるっち。倒しちまったか、レイジ。かっこよかったわよ、レイジ。お前が惚れた男だからな。ええ、もちろん。なあマリ、どうしたの？東条マリという女は存在していなかった。ええ、そうよ。だけどお前と過ごした時間は決して嘘じゃなかった。ありがとう。そして終わらない今日が終われば俺はそれすらも忘れちまう。だけどきっと俺は忘れねえと思うんだ。何よ、らしくない言い回しじゃない。そういう気分なんだよ。ねえレイジ。なんだよ。あなたはもう怯えないでいいの。自分の気持ちに嘘をつかなくていいの。だから全部が終わったらいっぱい恋をして、いっぱい誰かを愛して、それが私からの最後のお願いよ。ずいぶんと難しいお願いだな。だけど努力だけはしてみるよ。行ってらっしゃい。